はい、大地中央城さん、昭和3歳です。体重は65センチ、親子ゆぶったです。お願いします。はい、親子ゆぶったです。非常にこう頭の入りから稲妻に入った、いい感じの模様をしています。そして、この肩のシミが、あともう少しで、出てくる感じです。この出てきているシミは、はい、非常にツヤのあるシミをしています。このブッダの、特徴として、非常にこの鱗の皮が非常に厚くて、迫力のある、肌をしています。そして目にも、ピンク色の、際のいい目にをしています。非常に体の作りもいいです。はい、はい、この肩の炭が非常に効いています。はい、こちらもこれから炭が出てくる感じの炭を持っています。シーズンこの兄弟が親として、活躍して、非常にいい東西ができていると思います。非常にこの流れがこの肩の炭を、ものすごく生かすような模様をしていると思います。3歳と若いのでこれから楽しみだと思いますね。はい、本当に この組み合わせが、あれ7歳が今一番上で、非常に大きくなって、本当に大きくなればなるほど、この質が余計際立ってくるので、大きくして、大事に、飼育していってほしいと思います。だから肌の雰囲気が非常にいいですね。はい、本当にこの鱗と鱗の間にね、こういうふうに肉が、巻いてきて、非常に厚皮の、鯉です。はい、よろしくお願いします。